娘稲姫を嫁に送り出した父本田忠勝はある日突然天下一の夫婦を決める戦を催す。寂しかったからではない、良き夫婦の姿を見ることが娘のためになる、そう思ったのである。忠勝の誘いに日の本全土から仲良し夫婦が集まった。天下に名高い夫婦浅井長政、お市の参戦も決定する。忠勝は集まった面々を見て満足そうにうなずいた。華やかで激しき戦が始まろうとしていた。無限の将、天下一夫婦決戦。忠勝殿、これは一体何を始めるつもりですか？天下一の夫婦を決める戦よ。三人を甲府を方々に出したところ、東大に名だたる夫婦が集まってくれたわ。なぜこのような。ああ、真田へ嫁がれた稲殿への花向けですか？花向けにあらず、稲に活を入れんがためよ。忠勝殿、この催しを成功させるため、それがしと一も微力ながら力になるぞ。これは縁の片付けない。それがしと一を超える絆を見せた夫婦こそ天下一。しかし簡単に天下一の座を譲るつもりはない。全力で戦わせていただくので、そのおつもりで。それではごめん。長政殿、すごい上から言ってましたね。もう彼らが天下一でいいんじゃないですか？愚問。いざ開幕戦。これより天下一の夫婦を決める戦を始める。我らの愛の深さが天下一であること、この戦で示そう。一。はい、長政様、私たちの絆、誰にも負けません。行こうか、銀千代。俺たちの夫婦愛を見せつけるね。何をちゃらけたことを。敵本陣を落とし、迅速に勝負を決する。開門。挑戦に失敗した夫婦は即敗北と心得よ。急げ。死の覚悟なくば立花の相手は務まらぬ。私は強くなれるのです。私たちの出番だね。ねね銀行にお任せでよ。ねね忍法、君が進化してるよ。敵将。
打ち取ったり。目指すもんなるまでわしは止まれねえ。私は強くなれるのです。恥ずかしい戦はできません。先生堂々私たちと勝負。いならしいまっすぐな構造だな。では私も続くとしよう。開門。抱きすべきものなり、互いを支えてこそ真の夫婦と心得る。無念じゃ。あんな方たちが娘、皆、いざ尋常に勝負。我が槍、我が真意、貫けるものはない。我が武とも競わせたいもの。夫婦の絆で乗り越えてみせよ。突き進むのみ。夫婦の絆、見事。最後まで互いを守り切ってみせよ。さすがの戦ぶりよ。こたびの戦、敵は他の夫婦のみならず、そなたらの家臣にも頼んである。心せよ。だが別まじきは良きこと。なれど家臣の前では少しを控えよ。何を控えようと申しているのだ。とにかく直常らは止めねば。長松様、一門一緒に。開門。我らは何一つ人に恥じることはしていないのだから。
ものはない。その絆を断ち切ってくれようぞ。ここはそれがしか。デモン。どうしても譲れない思いがあるから。真理の槍。貫き通す敵将。打ち取ったり。破りしこと見ろと、そなたたちこそ天下一の夫婦なり。されがその絆をもって天下無双に挑め。開門。勝利条件変更。一、我らの愛から生まれる力を忠勝殿にもお裾分けして差し上げよう。絆あっぱれ。そなたらこそ孫うことなき天下一の夫婦なり。ありがとう。この戦を乗り越えて一との絆は一層固いものになった。はい、これからもずっとおそばに。忠勝殿、ありがとう。一と二人、楽しい時を過ごすことができた。さあ、行きましょう、長政様。直常たちが待っています。いや、彼らには先に帰国するよう伝えてある。我らは諸国の名所でも眺めつつ、ゆるりと帰ろう。嬉しい。一は、幸せです。あのような甘い空気に触れることが
稲殿と信行殿にとっての最善だったのでしょうか。他の夫婦と競うことで得るものはあったはずが、ややぬるかったことは否めぬな。さらなる活を入れるため、また別の催しを考えねばなるまい。もしや、あなたは稲殿が嫁いでしまって寂しいんじゃ。愚問。まさかの図星ですか。ダメです、ダメすぎます、忠勝殿。